12レース出走馬の入場です。バケーションもかっこいいよ。1番バケーション491キロマイナス5、村上忍54キロ。2番テリオスベル450キロプラス6、エダテルを52キロ。3番ギガキング466キロプラス5、和田ジョージ54キロ。4番ノーバレンダ533キロマイナス16、森田買うんじゃねえよ。オペラ記念重賞第26回マーキュリーカップ G3 ダート 2000m 今年は14頭です。9番の K.I. パープル鞍上藤岡浩太から山本正俊に直近変更です。内枠からバケーションテリオスベルギガキングノーバレンダサンデイファイト名将カズサユアマイラブバーデンバイラー K.I. パープル名将粉塵マイネルアストリアエルデュクラージュレールガンサトノリード。ババコンディションはやや重です。バーデンバイラー収まりました。10番名将粉塵4番ノーバレンダ、ノーバレンダちょっと嫌います。 2,3 歩交代促されて収まりました。6番の名将カズサ名声オペラ記念今日は名声オペラの生産者高橋ひらくさんの生産馬も勝ちました。今日のメインレースマーキュリーカップ栄冠はどの馬に輝きますか。サトノディード
収まります。スタートしました。ほぼ揃いました。名声オペラ記念第26回マーキュリーカップ G3 です。内からノーバレンダが行きます。名称カッサが並んでいきます。さらに敬愛パープル、その外目から名称雲陣です。三馬身後ろバーデンバイダー、内を進んで一番のバケーション、外から前の方にエルデュクラージュ、中段位置まで上がっていきました。マイネラストリア、その後ろ3番クリアキング、さらに2番のテリオスデルです。離れまして14番サトロティと7番フワマイラム、また小橋ほど間がいてデールガン、内を進んで5番サンレイファイトです。1200を通過、先頭からしんがりまでは12、3馬身です。1リコーナー中間地点です。さあ花を切ったのは10番名勝奮陣です。名勝奮陣3馬身のリード、2コーナーから向こう上面へ1200を切りました。2番手4番ノーバレンダ、1馬身後ろ6番の名勝カズサ、外敬愛パープル並んでおります。3馬身後ろには12番エルディクラージュ、並んでくる8番のバーデンバイダー、3番ギガキング、2番のテリオスベル、 1000m 通過、1馬身差1番のバケーション、4馬身切れまして11番マイネルアストリア、14番のサトノディードで、また間が空きましてレールガン、内を進んでユアマイラブ、外並んで5番のサンレイファイトです。800を通過、第3コーナーカーブ手前にかかります。前の争いは10番名勝奮陣、リードがなくなってきた。外目から前の方に上がっていきますのが4番ノーバレンダ、そして2番のテリオスベル、600の標識を通過。3番手のポジションにエルディクラージュ上がろうとしております。 KI パープル、その後ろ一馬身後ろ、外目から上がってくる8番バーデンバイダーです。3コーナー中間地点、先頭は今来てんじゃないよ、最後に見てるのが8でしょ、痛くないんじゃない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 、痛く